なるほど。続いてのエリアがどういうエリアかってとこだよね。待って、戦利が早い。ゲームオーバーも早い。さあ、気を取り直してもう一度。まあ、画面に映ってるこいつらは、できる限り排除した状態で進むに越したことないよね。あっと。行けるときに行く。行けるときに行く。お、お城っぽい。ほう、あれ？ガッツマン？ガッツマン？ガッツマンって、ガッツするものはない。ちょっと待って。ひるみ続けろ。ひるみ続けろ。よいしょ。あ、ロックバスターでいける。オッケー。回復アイテムも何もなしか。で、どっかから落ちんのか。ああ、なるほど。うわあ、ボスの連戦か。あれ、もう取らせる気ねえだろ、あれ。え？取らせる気ないだろ。こっから落ちて、食らって倒して進む。プラマイゼロ理論だよね。はい。もうここは飛ぶしかないよね。あ、待てよ。よいしょ、結局、次誰？ファイヤーはアイスか。あ、ちょ、これエレキだ。エレキは、なんだっけ？あれ？エレキは、ボムじゃない。エレキ、カッターだ。え、合ってる？え、やり直し？マジで言ってんの？6連戦を全部死なずに、雑魚戦含めて死なずに通過しろとな。えげつねえこと言うな、このゲーム。いやー、これすげえな。まあ、やるしかない。おい。あっと。で、もう、一丁二発入れて、おい。で、まあ、次のマップに行きましょうと。これだよな。おい。で、まあ、こうするしかないよね。よいしょ。で、エレキ、カッターだった気がするんだけど、気のせいかな。オッケー。なんだっけね、もう、あ、これだ。もう一丁当たって。うわぁ。げつねー。これもコンティニューも残機もクソもねえもんな。あはは、学ばない。さーて。とりあえず介護一発食らわせて、ひるませて。オッケーのダメージ。次は、ラグビーボールみたいなやつだ。よいしょ。時間差になってることだけが唯一の救い。続いてはどなた？まだ続く。ワンナップ。チェックポイントがないこのステージにおいて全くいらねえものな気がするんだけど。まあ、もらえるものはもらっとく貧乏症。よいしょ。で、まあ。蹴散らせるものは蹴散らして。ほい。あ、なるほどね。あそこのワープ取るのから失敗すると、食らっちゃってましたかもね、みたいな感じか。そう。エネルギーは回復できましたが、といったところ。別にエネルギーにそこまで重要を求めてねえんだよな。あるし。ほい。というわけで、いろんなものを全部壊して、まあ、HP 4分の3まで持ってこれたと。いや、この連戦、骨折れるぞ、マジで。次、誰だ？ん？え？は？何？
なに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 、コピーか。鏡に映るようなもう一人の自分、ワイリーステージ2。最後に待ち受けるのはロックマンのコピー。あっと、なんでお前俺より威力高いんだよ。お前弱点なんだよっていうか、お前もそれになるのね。まっ、あー、全然食らわね、全然食らわね。床出してどうすんだよ。俺個人的にカッターがあのラインが読みやすくて好きなんだけど、ただ本体が突っ込んでくるとね、話が別なんだよ。あとダメージ低いし、こいつすっげえ突っ込んでくんじゃん。マジでか。コピーを作ったのが機械みたいな設定でエレキに弱えんじゃねえの？違うかな。まあ、とりあえず一回アイス試し打ちするか。会合初っ端にアイス、一発回アイス打って互いにか。ダメージ1も入ってね。やっぱこん中だったらエレキみたいな。えい、あれだ、レッドアリーマを倒す方法でやってけばいける。えい、えい、待って、おい、あ、待った、アイテム落ちた。入ったんじゃね。俺どこ行った？俺どこ行った？終わり。やったー。あー、これで終わりか。で？でもまだ3体残ってるから、多分もう1ゾーンこういうのあるべ。なんか地中の中みたいな。さーて、エレキの量がちょっと不安が残るがといったところ。何も考えないで勝利だわ。おーっと。まあ、乗り越えつつ、弾は避けつつ、たまにああいう足場に回復アイテムとかあるんじゃねえかと思ったら不安になるんだけども、まあ、抜けてくしかないわな。さーて、おー、なに、加速した。水が流れてるんだね。でもこれ逆キーを入れるとゆったりにはなると、だから半強制スクロールみたいな感じだね。あっとっとっと、食らった時はノックバックするんかい。よいしょ。でも弾を追いかけるようなスピード。でもこうやって、あー、それはあいつはダメだろ。いって、あいつはむしろ倒しちゃダメだろ。だからもう避けるのに集中したんで、ガッツマン誰だ。泡に包まれた謎のロボット、ワイリーステージ3、 CWU-01P がロックマンに立ちふさがる。なんだあいつ。もう3回分はこれでいいじゃん。問題はそっからよ。はい、さて、ここまでやりました。当たる気がしねえ。あー、当たるっちゃ当たるのか。これ避けらんなくない？うーわ、何それ。うーわ、全然ダメージ入んない。落とされるだけだ。すぐボス戦なのね、良心的。使っちゃった。扱いガッツマンの。待って、あれ割れるんじゃないの？泡だとしたら、または炎で蒸発させる。よいしょ、倒せた。おっと、ただファイヤーが持たなくねえか。いや、俺が持たねえよ、その前に。いや、あいつあれじゃねえかな、グラディウスと同じで、あの真ん中の緑のコアしか当たってねえとか、そういう説。どう、ダメだ、もうこのピンクが超えられる気がしねえ。よいしょ。おい、あー、ダメだ。
またここ戻ってくんのか。さあ一回わざと死んで HP 全開でガッツマン使わないっていう環境を作ってフルフルの状態で臨むと。だまずこれで4発分は入れといて、で4発分入れずに、あのロックバスターでも倒せるっぽいんですよ。だからロックマンの HP を見ながら、あーっと早っ、ロックマンの HP を見ながらこうして、で残り2回分になったところをガッツマンに切り替えて OK。 いや、これね、ロックバスターで倒せるってね、さっきあのその自殺した時になんかロックバスター一回使っとくかみたいな感じで適当にロックバスター打ったら、あれ意外と数発で落ちるなみたいなのがあって、さーて、ワイリーステージ、なんだろう、いつもで言ったら4ステージ分ぐらい、いってまあ、あ、待って。さてさて、これはもうこの、ロングのはしごがあったら大体これでしょ。もう見飽きたぜ。さーて、ガッツ前が特に使ってないですからね、よいしょ。えい。で、回復もしときつつ、なんだ、ガッツマン製造工場みたいな。ああ、要は敵はここで作ってたんですよ、みたいな。うん、大丈夫この説、ガッツマンしか作ってないみたいな。ガッツマン製造工場みたいに見えてるけど、こっちには。よいしょ。ほい。まあ、エレキマン使うかもしれないけどね、とりあえず一回雑魚敵を確実に倒して、この後何が待ち受けてるのかを見る方が大事かなと。さーて、久しぶりですね。動く床ですか。まあでも、なんだっけ、この床のやつをセットしとけば。あ、乗れるのこれ。え？なんだよ背景と気づかずにダイナミック自殺。ボス戦を軽快に倒した割のこのあっけなさである。なんとも、恥ずかしい。このまま戻し作業。さあ、一回ここで飛び移って乗って、上かい！あ、もうワンアップ込みでいけるだろう。はいはい、オッケー。で、転送装置か。誰が出てくる。よいしょ。ガッガッツマンはボムじゃねえよ。これボム、あ、違う、これボムだ。ボム、お前誰、あなたは誰。やべ、全然弱点覚えてない。あれ、あなたって何人目にやった人。おい、あ、やべ。まあ半分残し、次がお前は楽アイスだから、あ、楽でもねえ。あ、待って、あっ相打ちみたいな感じか。あ、ラッキー。どっから。なるほど。いて、待って、お前弱点なんだ。エレキじゃない、ガッツは違う、アイスでもない、カッターでもない、ファイヤー、あ、導火線に火をつけるって意味でファイヤーか。はい、まあ HP 変わらずぐらいで2戦目。それどうやって避けるのが正解だよ。早くない。あーと一発ぐらい。最後誰だ。あまり、アイスはファイヤーで、あ、違う、あれ、アイスエレキだ。待って、よいしょ。はい、オッケー。まだいる。誰、
ガッツマン、ガッツマン忘れてたね。ガッツマンが爆弾でしたっけ。投げてくるんかい。待って、おーっと、あー、ぶね、当たらない。その位置、おーっと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 、まだ音楽終わらない。なんや、頼む頼む頼む、なんやねん。エネルギー、エネルギー、アイス、はい。さあ、大きいけど、ついに、ついに姿を現すか、現した。ついに姿を現した最後の敵、ワイリーマシン1号。鬼畜ゲーム、ロックマン、最後のボスの実力とは。弱点とか全然覚えてないわけで、待って、それだけだったら、感性に伴って、よいしょ、あーん。待って、それだけだったら、なわけねえな。あれ、第一形態だな。絶対第一形態だな。弱点がわからねえよと。弱点、まあ機械だからエレキとかそればっかだな俺ってのな。まあエレキ打ってみるか。ちょっととりあえず試し運転でエレキ、あー、ダメージ的には悪くない。遠目から打つと2発入るから、いた、貫通させるという意味を言うの、あー、まあ、離れすぎると意外と弾道が読みづらい。オッケー、潜り込む。はい、待って、その距離もきつい、その距離もきついって。まあいい、あっと、はい、ラスト行って。で、2形態目、予想通り最後の姿を残していたワイリー、これが本当の最後の戦いだ。行動パターンどうなる。何その弾、全然わからん。待って、撃つタイミング謎すぎない。ああ、これは入らない。かっ、ああ、ラストか。だ、エレキ撃ってとりあえずへたらせて。でもエレキか、だったらファイヤーでも同じ容量になるんじゃねえか。進行スピードの問題か。まあ、まあちょっといい感じにはしてきたいよね。ファイヤーだ、すぐいける。よしで、変わったんだったらなんか違うか、なんか同じような位置はアイスだと思ったんだけど、カッター来てるよ。おい、いて、下も来るんかい。やばい、よいしょ。できる限り離れた状態で弾道を下目にして、あー、どうよ、終わり。お、これは終わりでは。これは終わりなのでは。もうデレレレー言うてるし、20万入ったら終わり。というわけでエンディングですか。やったー、ロックマンハスエンディとザイビルドミネーションオブドクターワイリー&レスターズザワールドトゥピースね。悪いワイリーが倒されて世界の平和が戻ったと。 However the never ending battle continue アンティル、あれそこは分かんないね。というわけでございましてね、ファイトロックマンフォアエベレスティングピースね。なんかロックマンはなんかもうなんか平和だみたいな。やったー、ロックマンが終わりましたね。いや、なんか左に進みながらだから、あの地面と同じ扱いなんだろうけど、なんか気持ち悪いね、左に流れてくるってね、左から右に流れるってなんかね。というわけでございましてですね、あのリクエストいただいて、あのやりますかぐらいで始めたですねロックマンでございますけども、本当にサクッとパートとしては、あの3あるかないかぐらい、3ぐらいですかね。なんで前中後編みたいな感じになってると思いますけども、
あね、ロックマンがついにね、バトルスーツ的なのでロックの状態になってるっていうね。この時点だとね、ロックっていう名前すらあったのかどうか怪しいとこですけどね。メガマンですし、海外ではというところではございますけどもですね、リクエストいただいて あのレトロゲームのゾーンでございますけども、レトロゲームもですね、ちょっといろいろとまだまだ続けていこうと思っておりますので、ロックマン1が終わったらね、次ロックマン2かなとかっていうところもあるんですけども、ずっとロックマンダラダラっとやられるのもね、しんどいところもあると思うので、いろんなゲームをですね、プレイしていければなというふうに思っておりますよというところでございましてね、ロールちゃんとね、ドクターアライのところに帰ってプレゼントバイカプコンというわけでございまして、今回のロックマンは無事クリアすることができましたと、さというわけでございましてですね、もうこれであれと、あとは好きに回れるようになって終わりって感じですね。というわけでございまして、今回のロックマン動画に関しては以上となります。というわけでございましてですね、また違う動画で違うゲームにてお会いしましょう。ここまでのお間、タクシー矢上隼がお送りしました。というわけで、See you next time, stay tuned, bye bye! お疲れ様でした。三田太郎の一人で上手にできるかなとは、最近何かと企画でお世話になっている絵師の三田太郎に、ゲームマスターで利用したゲームの一シーンを挑戦してもらい、一人で上手にできるかなというものを見せてもらう。いわばゲームが苦手な人がどこまで進めるか、そしてあわよくば取れ高を稼いでもらおうという意図が丸見えのプチコーナーである。今回挑戦するのはガッツマンステージ攻略である。はじめましての方ははじめまして、そうじゃない方はいらっしゃいませ。なんで疑問なんだ。三田太郎がお送りする一人でちゃんとできるもん違うじゃねえかよ。タイトル、ロックマンのガッツマンを倒します。お願いします。オッケーオッケーじゃねえわ、ここで言うな。あ、これがガッツマンです。あ、ガッツマン、ガッツマン読めない。早く選べよ。待ち時間な。クリアポイント9万、あ、9万を越さないとクリアできませんか。どうなんですかね。違います。あ、そういうゲームじゃないみたいです。え、ブーシャー倒せない。オッケー、痛い。楽しそうだな。待って、待って、そんないじめなくてもいい。いや、敵だしな。待って、あー、ちょっと待って。あ、分かった、あの緑のに乗らなきゃいけない、あれ落ちるね。そうですね、あのエンジンとか言っても落ちんね。分かった、様式美的なものがありましたね今ね。もうなんかいや、死なばもろとも、死なばもろともってお前。いや、まあ痛くも痒くもないわ。まあね、あの矢上さんもそんな感じでやってましたんでね。さあ、緑のが来ない来ないですが、危ない危ない。美しいな。ダメじゃないか。さあ、3回目ですね。え、なんかガッツマンまでいけない。大丈夫、ガッツマンまでいけないけど。大丈夫じゃないだろ。これ乗れば電車みたいに、あ、到着する。電車みたいにってなんだ。早く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 来た。よし、乗った。いける。いけないな。さあ、あの下に落下するのがどうなるのか。でしょうね。もう一回。さあ、頑張ってください。もう一回やります。もう一回やってください。いける。あ、落ちるのは分かった。多分。多分かい。あ、来た、あ、来てない。ちょっと待って。行くの早すぎない。ちゃうねん、遅いんだよ。あ、違うね、これ。ちょっと待って、着いた。でもいいよ、これクラウンだから最初からその分 HP 減らして始まっていいのに。そういうことじゃないだろ。次、痛い、あー、ダメ。下手に動くな。お、冷静。ちょこちょこ動いてる。来ない、来た。お、乗れました。真ん中ら辺で、あ、分かった、あそこ、ん？違うな。さあ、分かるか。ここだ。素晴らしい。あ、宣言撤回。さあ、こっちのことも考えて。こっちのことも考えて、敵に対して。あ、ここ大丈夫。よし。はぁ、あ。しんどい。あ、終わっちゃった。え、ガッツマンいけないわ。ガッツマンまでちょっと連れてってもらってから。じゃあ、それはこの企画の意味があるのか。嘘。あー、ちょっと待って。おい、
ぬる系じゃないか。アイチャップじゃないあれ。あ、なに今の。あ、痛い。え、いいんですかこれで。さあガッツマン初戦どうなるでしょうか。ガッツマン、あ、痛い。ダイナミックにぶつかる。あと、ずるくないか、痛いね。え、でもこのやんごとない顔してる。ちょっとやんごとない振動楽しんでる顔してる。撃ってばいい。痛いよ。さあいけるか。いけない気がするが。おーちょっ、あれ自分でぶつかった。今手の先を砕かれた。手の先を砕かれた。頑張れ頑張れ。今今ジャンプ。お、素晴らしい。今よかった。今、あ、すごいぞ。え、近いぞ。いいぞいいぞ、頑張れ。え、迫ってくる。さっきより迫ってくる。どうした。どうしたじゃねえわ、敵なんだわ。やめろよ。やめてくれたらな。あ、じゃあなんかお尻気持ちよさそう顔してる。できない。痛い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 。あっ、笑ってる場合ではない。あー、これダメですわ。これちょっとコツを教えてくれ。え、終わりか。マジかよ。ということで、三田太郎は上手にできたのかのコーナーでした。じゃあね。